はいどうもおはようございます。オレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算166日目ということで今日もやっていきましょう。オレンジ先生はどこだということで3秒です。3、2、1、そこまで。今回は動画のこの右上端ですね。右上の隅っこに隠れていましたということでね。見つかったでしょうか。さあ、今日もやっていきましょう。括弧1番、北嶺中学校。括弧2番、星野学園中学校。括弧3番、渋谷教育学園、渋谷中学校からの出題です。今回のオレンジ先生タイムは2分52秒ということで、比較的、まあ、早めのタイムかなという感じでございます。制限時間5分にしております。タイム、質問、ご意見など気軽にコメントください。よろしくお願いします。そして、問題板書データが欲しいという方は、ぜひ、オレンジメンバーレベル2というメンバーシップ制度を検討してみてください。よろしくお願いします。それでは、白い紙とペンを用意したら始めていきましょう。3、2、1、どうぞ。
はい、そこまでにしてください。まだ解きたいという人は一旦動画を止めて自分の納得いくまで解いてみてください。それでは答え見てみましょう。ドン。カッコ1が496、カッコ2が3、カッコ3が5分の8でした。いかがだったでしょうか。それではカッコ1番からリプレイ動画をどうぞ。はい、ということで、まあ、カッコ1番ね、これ実は結構難しいというか、最初なんかね、こう規則的に496がいっぱい並んでいるから、なんか工夫できないかな、みたいなね、感じで思うかもしれませんが、これ結構ね、工夫難しいんですよね。496で、結合法則取れないかなとか思うんですけど、あんま取っても意味ないんだよね。あと割り算の場合はちょっとね、取るの難しいんですよ。基本的に結合法則って掛け算の時に使うものなんで、まあこれ全部496かける2分の1とかね、かける4分の1とか、かける8分の1っていう風に、この割り算のところをね、逆数で、かける8分の1、かける16分の1っていう風に考えると、まあ一応結合法則取れるっちゃ取れるんだけど、取ったところで、これ結局ね、1かける2分の1とか、2分の1たす4分の1たす8分の1たす16分の1たす31分の1っていう風になって、結局その分数を通分しなきゃいけないことを考えると結構大変なんですよ。なのでこれって一個一個計算していくしか、まあおそらくないです。少なくとも僕は、そのようにしか考えられませんでした。はい、ということで、まあとはいえね、これ実は計算していくとある法則が見えてくるんですよ。これ1個目496÷2をすると248で、124、62ってなってくるんだけど、これよくよく見るとここに現れる数字、一個一個、見ていくと、248、124、62ってなって、31、16って、結局この割る数が、まあ、後ろからこう並んでいると。で、その結果が、まあ、前から結果として出ていると。で、まあ、最後だけはね、1と、まあ、ないんですけれどもね、この割る数1はないんだけど、最後だけ、こう、1と、1を足さなきゃいけないんですけれども、まあ、そんな感じでなっていると。で、これ実は、ちょっとね、特別な数字を、まあ、表す式になっていて、で、何かっていうと、これ全部ね、実は約数、要するに496の約数を全部足し合わせているんですよ。まあ、496だけは足してないんですけどね。そんな感じで、で、その結果がこれ496になってるじゃないですか。で、これ実は496って特別な数字で、完全数と呼ばれるものですね。自分自身以外の約数を全て足すと自分自身になると。まあ、今回もそうだよね。496の約数を自分自身以外、つまり496以外の約数を全て足した結果、まあ、自分自身になる、496になる、このような数字のことを、まあ、数学の結構ね難しい、中高の数学でも扱わないんですけれども、まあ、大学数学とかのね範囲になりますが、まあ、ちょっとこうマニアックな名前で完全数と呼んだりします。で、まあ覚えろっていう話では全くないです。覚えろっていう話では全くないです。なんだけれども、まあこの裏話というかね、この問題がどういう、何を伝えたいのか、何を題材にしているのかっていう話で、ちょっとコラム的な話ですね。これは完全数っていう、まあ、数学的コラムをベースにした問題なんだよということですね。まあ特に当たってはもうこれ、まあ、地道にやっていくしかないというところですかね。はい、という問題でした。ちょっとね、面白い問題です。はい、それではカッコ2番のリプレイ動画どうぞ。はい、ということで、まあ、この問題はもうパパッと正解させるっていうところかな。もうレベルとしては星1ぐらいかな、5分の1ぐらいのレベルだと思います。まあ計算の量も少ないですし、計算順序をね間違えるっていうのもそんなにないようなね単純な計算式ですから、まあ一応その前から順にね足していったらいいっていうわけではないので、僕は逆トーナメント表を基本的に書きますが、まああとは 1.25 かな、 1.25 暗記事項、1と4分の1過分数にして4分の5であることっていうところは、まあパパッと直せるようにしておけば、まああとはねもう本当に簡単な計算なので、ここら辺は間違えたくないなという感じです。はい、それではカッコ3番のリプレイ動画をどうぞ。
はい、ということで結構ね計算ややこしかったですね。あの式自体はね簡単なんですけれども、そんなに計算量ないんですけれども、例えばここのね80分の39と48分の17っていうところの通分で240分のっていう風になるので、結構ね大きいんですよね数字。ただ最終的にはね、最終的にはこの240分の32とかなるんですけど、計算すると5分の8あるいは 1.6 っていう答えになるから、あ、よかった、綺麗な答えになった、合ってるわっていう風になるわけですね。まあなんで大きな数字になったからといってもビビらないように、ちゃんと正しく計算すれば答えは合うよというところですね。はい、ということで、まあカッコ1かな、カッコ1がちょっと見た目的にねギョギョってなるかもしれませんが、ここさえ合わせればカッコ2は簡単、カッコ3もぼちぼち簡単ということで、まあ、3も合わせるとちょっとね、難しく感じてしまうかもしれませんが、全問正解したら、自分のことを褒めてあげてください。間違えたところはねできれば復習してみてください。はい、ということでね、僕は2分52秒でできましたが、皆さんはどれぐらいのタイムでできたでしょうか。よろしければコメントで教えてください。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。この動画よろしければグッドボタン押しておいてください。そしてチャンネル登録まだの方ポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。